岡です。ひろきです。ライトハウスです。ライトハウス作品工房では、僕たちが作ってきた作品を通して作品の作り方や作品を作ることに興味を持ってもらうためにお話ししていきます。では具現化ナンバー8、フレンズについてお話ししていきます。はい、はい、ではなぜこの作品を作ったか教えてください。はい、具現化ナンバー7のサブリミナルの次に作ったのがこのフレンズなんですね。ちょうどで、前回のそのサブリミナルが一人の小川の一人の話だったので、次は二人のことを題材にして作品を作ろうと思い制作しました。はい、で、あとタイトルの風化っていうのと歌詞から友情っていう二つのキーワードを抽出して、僕たち二人の友情について作ろうとしまして作りました。はい、ではこの作品では何を表現しているのか。はい、この作品には、ちょっと文章がありまして、それが時間が僕たち二人を切り離しても僕たちの友情はいつまでも続いていくんだという言葉のもとに、なんかこう作品を表現していくんですけど、ステージ後ろにビデオカメラがあって、そのビデオカメラに向かって僕たちはずっと踊っていて、お客さんには後ろ側から見てもらってる状態で作品はスタートするんですけど、最後のサビで正面に2人でバッと向くシーンがあるんですけど、そこが一番なんかこうポイントというか置いておきたくて、最初はこうビデオカメラで2人の友情の証を撮影しているんだけれども、最後正面に向くことにカメラを見ない方向で踊ることによって、なんかこう今が2人が今ここにいるのが一番いいんだっていうことを伝えたくて、ビデオテープで撮ったそのビデオカメラで撮ったビデオテープはどんどんこう時間が経つごとにこう風化していく、まあ薄れていく、で最終的にはもう何も見えなくなっちゃうけど、僕たち2人が存在していればなんかその友情はどんどん時間が経つごとに濃くなっていくものだから、今が一番いいんだっていうのを伝えたくてこの作品を作りました。表現しています。はい、はい、この作品ではそれを表現しています。では続いてこの作品を作ったプロセスについて教えてください。これは曲を決めたところから一番最初はスタートしていて、で曲を聴いたところから構想を練って、構成を作って、振り付けを2人でお互い作ってリハーサルをして、でこのリハーサルはちょっとピリピリしたね、みたいだったね結構大変だったリハーサルで、で完成して、で一番踊ってる作品かな多分この。そうだね、イベントとかライブで一番踊ってるから、すごい思い出深い作品になりました。はい、それでは小川さんに続いて聞いていきます。はい、この作品にかかった制作時間と制作費用を教えてください。はい、先に、費用から、はい、いきます。まず衣装ですね、カーディガン1万8000円ズボン2万円、はい、ハット11,740円、はい、T シャツ1,100円、1人5万840円、はい、全部スティーブン・アラン、そうだね、 T シャツだけドンキ、 T シャツはドンキそうだね、ハットもまあ別の場所で買って、場所で買って、だから2人で合わせて101,680円かけてます。いいのを着たかったんですよ。そうなんですよ、絶対大事だと思って。そうだね、で、リハーサルスタジオ代65,000円、結構多分スタジオ入ったので、で、あと後ろにあったビデオ、うん、1円1円で送料が500円、はい、送料の方が高い、方が高いので合計167,181円、高え、167,181円、トップレベルで高いよね、一番高いかもしれない、うん、衣装とか。そうだね、すっごいいいの着てたから、ね、多分当時の、そうだね、私ながら多分ね。はい、では、制作時間ですね、はい、まず構想、これなんか1ヶ月で構想を練ってて、フリー制作も1ヶ月、うん、ちょっと時間かかったんですね、ピリピリしてましたねきっと。でリハーサルが11回、あ、9日間なので、まあ多分2週間の間でかなり詰め込
リハーサルをしてました。3日連続とかやってたっけ。そう、すごい詰め詰めのスケジュールだったんで、ね、構想から完成までは、2ヶ月半はい2ヶ月半か、早いね。早いね、うん、いいペースで作ってる。はい、この作品で得られたものは何かありますか。この作品で得られたのは、まあ、この作品実はそのヨーロッパに2人で2週間、うん、旅行っていうか何だろうね、舞台見に行ったり、うんうん、まあ、いろんなものを触れに行こうってことでヨーロッパ行った時にそのストリートパフォーマンスをしてみたんですよ、うん、でそこで、まあ、お客さんがいない中からまず、うん、勝手に踊り始めて、うん、で何回も踊っていくうちに人が集まってきて、まあ、お金入れてくれる人もいたりとか、うん、拍手いっぱいいただいたりとかして、うん、で、まあ、日本に帰ってきて、でステージで踊った時に、なんかその、なんていうの、お客さんがまずいる状態で、音も良くて、照明もついて、うん、っていう中で踊れることへの感謝と、うん、まあ、あと、なんていうんだろう、その、精神的に強くなってて、うん、なんかあんまり緊張しないというか、そうだね、なんかそうなってたね、すごい変化あったよね。そう、通してなんていうの、まあ、ありがたいなこの環境っていうのと、うん、まあ、その自分たちの精神レベルが、精神レベルじゃない、うん、なんか、なんか気持ちがね、うん、すごい強くなったね。あ、大丈夫だっていう、なんかね、思いがすごいあったから、帰ってきてから。そうだね、うん、っていうのを経験ですね。そうだね、本当に経験から得たね、うん、本当に一番踊ってると思う。100回は踊ってるんじゃないかな、多分ね、言ってると思う。そういう作品です。はい、ありがとうございます、はい、それでは僕たちの作品フレンズをご覧ください。本番の映像、そうだね、うん、when my heart stops beating and my blood turns cold and oh when my heart stops
可能がね、構想を考えた段階で僕たちがします。そうだね、動かないしようよみたいな、可能用のモースルとして作ってみたね。そこからさっき言ったカメラじゃなくて、みんなが一番大事なんだっていう、ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。フレンズでした。実は今これを踊るとしたら、もうビデオカメラ置いてないし、ハットもかぶってない。かぶってないそう、実は今どんどんこう、なんだろう、アップデートしていっていて、なんかこうちょっとずつね、作品のなんだろう、やっていくごとにいろいろ削ったりしてね、やってるんだけど、今日のまとめは作品を長く愛してアップデートしていこうです。もう本当に4年ぐらいかな、多分ずっと踊っている作品なんだけど、どんどんなんか削ってもいい、なんだろうな、ものとか、振り付けもね変わってるよね、少しずつなんかこの方がいいよねとかって結構変わったりしてて、でもどん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 良くなるんだよね、やっぱり。だからこう、なんだろう、踊ってもうそこから踊らないとか、そういうのはやっぱもったいないと思ってて、で、まあ、一番まあ最初の方に言ったタイトルをつけようっていうところにもつながるんだけど、なんかこうタイトルをつけてあげるとすごい愛着も湧くし、なんかこうどんどん良くしていこうと思うんだよね。だから1年後にまたこの作品をやるとかも全然なんか普通というか、俺らからするとフレンズも4年経ってもやってるしみたいな、なんかこうどん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 長くやることでどんどんいいものになっていくようにアップデートしていくのが大事だと思います。はい、ありがとうございます。僕たちライトハウスはライトハウスとつながる港というオンラインサロンを運営していまして、はい、そこでは、まあ、みんなのアイデアを無限化してみたりとか、まあ、僕たちの作品を、まあ、こういう作品を作ってる段階のものを、まあ、公開したり、みんなから相談を受けて、まあ、悩み解決までいかないかもしれないですけど、お悩みを聞いたり、さまざまなことを行っているコミュニケーションサロンなので、YouTube の概要欄からぜひ飛んでみてみてください。はい、岡でした。ひろきでした。ライトハウスでした。チャンネル登録お願いします。いいねとコメントもお願いします。港へも参加待ってます。